こんにちは、夏江とホワプリチンチラーズです。今日はデグーのお話です。はい、今キムチをあげたのでご飯食べてますね。そしてこのご飯を食べてる間にじゃじゃーん、新しいおもちゃ取り付けていきたいと思います。1個も壊してしまったのでね、ここにこんな風に取り付けていきたいと思います。あら、取り付けてすぐにもうかじってますね。今かじってるのは誰かな。シャモア君ですね。かじってるのはシャモア君で、今こちらでお前どけってやったのが、こっちがオーカーくん。で、ここで、これこれ、ここの中で食べちゃ、食べちゃダメ、中で食べちゃね。まあ、もう次々みんな中入るから、中で食べちゃダメ、外で食べて。はい、今こっちがバフくん。で、こっちがオーカーくん。で、こっちの奥がシャモアくんでーす。うん、さ、新しいもの好きです。デグーはね、新しいもの好きですね。おーおーおお取り合いになっちゃいましたね。そうか、そこから出ようか。そこから出て、うん、そう、そこから出て、あ、そうか、ね、ご飯食べる邪魔になるね。でもね、ここにつけておかないと、ここのケージの、ここをね、かじるんだ。この柵をかじるのを防止するためにこれつけてるんですね。ね、これが今夜なんですけど、これが明日の朝どうなってるかですね。今 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 個ついてますね。12個ついてるのが何個に減ってるでしょう。まあ、夜は寝ると思うので、ね、丸1日どれぐらい減るでしょうね。そんなに減るわけないでしょうって皆さんお思いでしょうが、楽しみにしてくださいね。結構減ってると思いますよ。おもちゃを取り付けてから2日が経ちました。12個あったおもちゃが1個だけになってしまいました。今日も夢中で朝からずーっとこんな風に遊んでいます。今遊んでいるのはバフですが、オーカーもシャモアも交代で遊んでいました。このあとすぐにこれは破壊されました。そしてその破壊の瞬間は別の動画になってますので、こちらをご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画まで、またね。バイバーイ。